こんにちは、ナムです。アナザーエデンやっていきます。今回は、ウクアージのレベル85いきたいと思います。で、今回のメンバーがこんな感じです。マリエル、シュゼット、トゥーバー、ユナ、イスカ、シオンと。で、今回から、水属性の耐性がつくみたいなんで、あとごめんなさい、火属性の耐性がつくみたいなんで、こうするか。このパーティーでいきたいと思います。で、アクアスラッシュ使えないんでね。こうするか。これで行きたいと思います。では、行きましょう。まがまがしい姿になりましたねと。前回から変わりなしかな。さあ、行こう。すげえ食らうんだけど。うん、まだ回復が追いつきますけど、結構叩き込まれたら危ないかもしれないですね。そう、堕落の薬来ると本当怖いんだけど、何されるか分かんない。堕落の薬来ると、あれ、あ、そうか、なくなってるんだね、これは。でもやっぱ強いね。ちょっとレベル変わるだけでも結構火ダメは大きくなりますね。まだ大丈夫じゃないかな。でも入れとく？ほうほうほう。火ダメ半端ないっすね、物理。ちょっと回復しないと死んじゃうかもね。結構打撃攻撃は凶悪っすね。このレベルでこんだけ凶悪だからね。タイマー入ってる。なんとかなりそうかな、ここも。やれるぞ。準備準備と。よっしゃ、いけるかな。叩き込みましょうか。多分大丈夫だよね、体力。一応マリエル無垢入れる一回くらい。うん、電撃を叩き込めるキャラが、まあトゥーバーの2連撃だけなので、まあそんなに強くないですね、やっぱこのアナフォじゃ。85は余裕そうですね、まだ。今まで一応低い鳥とかも倒してきたので、そこまで高脅威はまだ感じないですね。
もうこれは倒せそうだな。いやでもやっぱ食らいますね。オーロラフォースちゃんと貼らないと結構ダメージはでかいな。信じる道を行きましょう。あとそろそろ次ぐらいから行動パターンは把握した方がいいかもしれないですね。今のリリューとかもったいなかったんでね、オーロラファース貼る必要はなかったんでね。多分うわまあ大丈夫やろう。うん、ちょっとユナちゃんを死人に出してしまいましたが、まあ大丈夫でしたね。そうですね、まだ油断しなきゃ大丈夫かなっていう感じのレベルでしたね。次レベル90になってまたこうどんな感じになるかっていうところと、あとは前回の動画でレベル100になったら世界変わりますみたいな話をいただいているので、コメントでちょっとまあその辺から楽しみ半分恐怖半分って感じですね。はい、今回の動画は以上となります。もしよろしければ、皆さんのチャンネル登録、高評価、お願いできれば嬉しいです。また、Twitter のアカウント名もコメント欄に書いておきますので、フォローいただければ幸いです。また次の動画でお会いいたしましょう。